今回はレイドの鶴田さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今回レイドが国内提供している複数メーカーの新製品各種 NAB2022 でも注目を集めた世界の最先端トレンド商品をご紹介していただきます。はい、それではご紹介お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。レイドの、セールスマネージャーをしております鶴田と申します。よろしくお願いいたします。まずはですね、レイドをご存じない方も視聴者の方の中にはいらっしゃるかなと思いますので簡単に説明させていただきます。今ご覧いただいている各社、国内外の各社製品を、代理店として、提供させていただいております。その中から、NAB ショー2022の中で特に注目を集めた新機種であったり、その新たなサービス展開についてまずご紹介させていただこうと思っております。クリエイティブソリューションバイテックグループの、テラデックスモール HD 運転カメラの独占販売代理店契約を締結いたしました。6月1日より国内総代理店となります。今後の営業及び修理の対応につきましては現在調整中ですけれども、今月内、5月中にはご報告をさせていただきたいと思っております。続きまして、ホーリーランド社とソリッドカム C1 に関してオフィシャリーレコナイズドディストリビューターとして契約を締結いたしました。今までもソリッドカム M1 などのインカム関連の製品を販売代理店として契約を行ってまいりましたが今回は商品の販売だけではなくてマーケットリサーチ商品開発など幅広い範囲での業務を行うことになりました。今後ソリッドカム C1 とても人気のある機種なんですけれども専用アクセサリーなども含めてリリースを予定しております。後ほど実機を交えながら説明させていただきたいと思っております。続きましては、実際の会場であったり製品についてご紹介したいと思います。冒頭でもご紹介させていただきましたバイテック製品の中からテラデック社のサーブ 4K、ボルト 4K、LT、HDMI をご紹介させていただこうと思います。ボルト 4K は今まで技適が取れなかったため国内展開をちょっと控えていた機種なんですけれども 4K 解像度になりまして上位互換技適も取得されておりまもなく販売開始となります。ボルト 4KLT シリーズ人気のある新シリーズなんですけれども HDMI のみのモデルが加わりました。よりSDI を省くことで価格的にもリーズナブルになりますのでご検討中の方はぜひお問い合わせいただければと思います。もう実際に稼働状態で NAB の会場でも展示がなされておりました。続きましてスモール HD 社 4K モニターのシネ18 OLED 27両モデルともデモ機入荷を予定しております。こちらももう稼働状態で展示がなされておりました。シネ18に関してはかなりお問い合わせをよく最近いただいております。17インチの後継モデルで 4K モデルを待たれていたというお客様かなりいらっしゃるようなのでデモ機が入り次第ショップでのデモンストレーション等々含めご対応させていただこうと思っております。冒頭のスライドでもご紹介させていただきましたホーリーランド社のソリッドカム C1 実機をお持ちしましたのでご覧いただこうと思います。 C1 の2から2、3、4、6まではこちらの親機になる、マスターユニットこちらが送信をして、レシーブをするユニットが1、2、3、4、5 5台まで最大5台まで、こちらとマスター側と、レシーブ側で1対5合計6台のセットが、最大で通信できる台数となっております。で、このユニット の耳を当てる側にここから音が出ていてでマイクが装着されていてでこちら側にバッテリーが内蔵されております。バッテリー自体はこういう小さいサイズでこの1個のバッテリーで、だいたい5時間稼働します。1つのユニットに対してバッテリーが2つずつ付属しますので、10時間稼働が可能になっております。よろしかったら富永さんこれ実際にどんな音なのかっていうのを体験していただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。一度ペアリングを済ませてしまえばあとは頭に装着して今電源入ってペアリングがされている状態なんですけれども音の方どうですか聞こえますか。はい、はっきりクリアに聞こえます。ありがとうございます。で今跳ね上げてあるマイクをちょっと下に下げていただくと
はい、ご自身の声もしっかり入ってくる形で、はい、私の声も入りながら、はい、で1000フィートなのでかなり距離的にも飛びますし、音もかなり聞こえる側も話す側もどっちもクリアに聞こえるので、はい、大変好評いただいてます。とても軽くて小さいですね。そうですね、ベルトパックのような腰につけるような送信機がないので、まずフリーになっている、まあ、ケーブルが引っかかったりということもないですし、あとはこのコンパクトなボディなのにで小さなバッテリーなので5時間、1本で5時間、合計で10時間持つっていうのも運用面を考えると、このような生配信の現場などではとても重宝されているので、大変人気の商品です。で今回ご紹介したいなと思いますのが、この新型のですね、ソリッドカム C18S のベースステーション、こちらもちょうど入荷してまいりましたので実機をお持ちしました。こちらの場合は6S までのこのマスターユニットとは異なりまして、このユニットが送信機状態になります。で、受信側のユニットが8台、ソリッドカム C18S の、裏面のパネルになります。このように LAN ケーブルで 8S のこのベースステーション同士を接続して8台、16台、24台という形で、受信数を増やすこともできます。でバッテリー駆動が可能で、6S までのシリーズと違う点としては、そのグループ分けができたり、ミュートを一斉にかけられたり、さまざまな機能がこちらで実現できますので、5月末から発売を予定しております。はい、6月17日の金曜日に、株式会社レイドの目の前にあります芝浦グリルという場所で12時半からホーリーランド社製のソリッドカムコンソーシアムイベントというのを開催予定です。このソリッドカム C18S ベースステーションなどの実機の確認、発売開始とともに実機を確認いただける、基本的にはユーザー様ご招待を、まず考えております。また、実機をぜひ体験してみたいという方、ご興味ある方ございましたら、お問い合わせいただけましたら最大で、50名まで食事など、ドリンクなども用意して、久しぶりのリアルイベントをちょっと開催しようかなと思っております。でレイドのすぐ目の前 のスペースになりますので、まあ、それこそ在庫があれば帰りにそのまま買ってお帰りいただくなんていうことも可能かなと思っておりますので、ぜひご参加ください。でこのままちょっ とスライドを中心にまたもう一度説明させていただきます。レッドデジタルシネマ社、V ラプターコモド好評発売中のシネマカメラなんですけれども、こちらの RF マウントから B4 マウントアダプターというものが、NAB2022 でかなり注目を集めておりましたのでご紹介いたします。ブレックスルーフィルターズの協力によって、MC1 B42 RF マウントというマウントアダプターが、誕生しました。 B4 マウントの資産をお持ちの放送局様などにはかなり訴求力の高いアイテムになるのではないかなと思います。シネマの撮影でも、生配信でも、V ラプターコモドがお使いいただける、V ラプターの場合ですと 8K 解像度を生かしたシネマ撮影のみならず 4K にセンサークロップをすることでこの3分の2の B4 マウントが配信であったり収録でハイスピード240フレームを生かしながら収録でも使えるし配信でも使えるというのはかなり注目度が高いようです。でマウントの拡大はこのような形になっております。NAB のアワードエクセレンスというのを受賞しておりました。かなり会場でも反響が大きかったようで、当社の方でもデモ機入荷次第、ご案内させていただこうと思っております。今回ですね、NAB にレッドデジタルシネマ社が出展していなかったので、V ラプター XL が、出展はしていなかったんですけれども、弊社板倉が NAB の後にレッド社に、訪れまして、V ラプター XL の実機を確認してきております。近日中にはオーダー開始になると思いますので、こちらも合わせて、もう少々お待ちください。最後に、B ボブ社の B マウントバッテリーのご紹介をしたいと思います。V マウントではなくこの B マウント、横でスライドする形の
装着になります。まあ、外れにくく24V 対応の、B マウントバッテリーで、あのプレートを差し替えることで 12V、24V の両対応になる点がかなり今注目度が高いのと、B マウント採用といえば、ありのカメラであったり照明器具だと思うんですけれども、バッテリーもチャージャーも、実機がもう届いて実動状態でご用意しております。でこちらにありのスカイパネルに B マウントのプレートも装着されている状態で実動実機を今日ですね届いたのでお持ちしました。よいしょ。はい、このように B マウントのアダプターがついている状態で、装着してみますね。24V 対応になったこの最新機種も実機で実際の光量であったりクオリティであったりご覧になりたい方いらっしゃいましたら、もう実動機がご用意されしておりますので、お問い合わせいただければご案内させていただこうと思います。でもちょっと拙い説明ではあったんですけれども、以上で、株式会社レイドの製品紹介を終わらせていただこうと思います。オフラインイベント楽しみですね。そうですね、実際に触れるということで、はい、はい、レイドの鶴田さんに世界の最先端トレンド商品についてご紹介いただきました。はい、鶴田さんありがとうございました。ありがとうございました。